暇人さんが虚言を吐いたかもしれないので今近況で動画を回してます。検証を今から行う。暇人曰く今日意味不明なんだけど家にクルト人が来たとケンタッキーを持って言い方やばい。ちょ、なにこれ。えお前よ、お前さちょっと待って。お前さ、これさ何件か隠してほしいんだけど、お前唐揚げ好きすぎだろ。お前やばくないやってること。あとさキャンセルって何このえ、これ俺受け取りミスで3時間の間に2回注文して2回とも全部受け取れなくて、ジョアンタイマーっていうやつでウーバー全部商品食われちゃったんだよね。は食われちゃったんじゃなくて、まあいやいや食われちゃった、なんかさ別にいただいたなんか他の人の責任みたいにしてるけどお前じゃん。これは、まあ、簡単に言うたら一発目はあのクンさんたちを AOE 取る5分前に注文して完全に忘れてたんや、ね、だったらさ玄関前に置いとくとかしとけばいいじゃん。それを1回目に陰キャさんに言われてん、これ失敗したと、あやべえ俺 Uber 受け取り忘れたわって言って陰キャさんに、はい、ああ玄関前の置き配がいいよって言われた。確かにって言って俺置き配のやり方調べてポチって置き配設定に直して、俺その時初めて知ったんだよ置き配知らずに。だから俺毎回家の前出てたんだけどマジで革命起きたと思って2回目この4月2日キャンセル済み、これあるじゃないですか商品2商品みたいな。でもキャンセル済みじゃん。なんでかって言ったら置き配設定にはしたんだけど、なんか俺住所の入力ミスってて、え怖っ家の場所が分かんないって電話来てたっぽいんだけど、その時もまたイヤホンつけて AOE やってて、お前さこれさちょっとさスクロールして別の見せてよ、はい、この下どうなってんのか。お前カラヤシまた出てくるの。お前見せろよ。お前スクロールしろよ。お前これどうなってんの。キャンセルしたことないわ。いやキャンセルって基本的になんなくない。だって鬼電来ないな。俺なったことない。鬼電来るよ。えでもみんな置き配しないの。なんで置き配にするし、オートロック開けなかったら鬼電来る。なるほどね。唐揚げ大好きだな。え、ちょっと待って、コンビニ使うのマジお前。え、俺もコンビニ使うから何も言えない。ちょっと待って、コンビニ使うよ。まあこれはコンビニは隠してくださいね、店舗名は。いやいや、そうコンビニ使う派閥。コンビニはね、でもクーポンあって安くなるんで。そう、安くなるから、その時に使う。ローソン、からよし、からよし、ローソン、からよし、からよしって感じ。そう、たまにマック。たまにマックと。これは彼女が新商品出たから食いたいって言われて、マックと買うかって言って。関西じゃねえんだから。うざ。え、でも、え、お前さ、マジで、だから布団ちゃうの。いや、違う、本当に1日1食だよ、ウーバー頼むときは。あ、まあ確かに、そんなに頻高くないの。あ、でも最近なんかやばいね、なんか。これは一緒に食おうって言われて、頼んだの。え、で、暇人さん、あれはクルド人がどうしたみたいなやつは。クルド人が持ってきたのは、この一番上から1個下のこのカラヨシの4月3日のやつで、配達される人顔見えるじゃないですか、はいはい、あのウーバーって。俺毎回顔見るんですよ。日本人とか男性とか女性とかしっかり見て、ああじゃあこれは手寝そうかなと思って。え、キモ。いやでも分かる。あのねウーバーの時はマジで見た方がいいですよ本当に。これは別に差別とかじゃなく外国人の人マジで家間違えんのよ。あーそう、まあ、やべえな。本当に書いてるわこういう家なんでみたいな。いやそれ書いた上で俺とかバイクの車種とか書いてナンバーとか書いてるけど、多分途中で諦めんね。とりあえずどっか近くに置いとこうっていう多分精神になるのか分かんないけどあるのよね。そのまま分かるわ、ま、であるからもうしっかり見んの。うわ外国人だ。うわ関東出てきて一発目の外国人。今のはダメです。ちょっと心配してたんですよ。うわちょっとやばいな今回のウーバーちょっと失敗すっかもなって思って、うわーって思ってて、でいざ配達トコトコトコって来るわけですよ。しかも車のね軽自動車、何が来るかなって言ったら急に日本ですよ。ここ日本ですからね、俺が住んでる場所日本なのに急にメッセージであなたの住所をくださいって言ってアドレスプリーズとか言われ、いきなり英語だったんですよ。クルド人が日本だぞ。はい、じゃあまずメッセージ履歴出してください。本当かどうか。メッセージ履歴って見れるのかな。ちょっと待ってね。あれこれ創作、これこの話。いや創作じゃガチだって。ガチウバイチってそんな苦戦するもんだったんだ。日本なのに英語使ってくるんですよ当たり前のように。俺嫌いな外国人ゲーマーと一致しちゃってめっちゃ嫌なよ感じしますよ。何が分かる。何中国人の方とか海外の方とかが日本サバ来ていきなり英語とかボコボコで喋り始める。ここは日本サバなのにっていう。俺嫌いな。日本語で返すよちなみに。
嫌な予感して仕方ねえ、まあ俺も住所間違えてたし、ちょ俺が靴履いて外出るかと思って。別に間違えてたらお前が悪くね。そうそうそうです、俺に関してはお前が悪いや。あ、なんか正しい住所の話が。そうじゃん、お前そういえば間違った住所書いてるからアドレスプリーズって言われたら当たり前なんだよ。でもそのウーバーの人も悪いんですよ。はい、待たせたねーっていう笑顔でニコって笑ってきて出してきたのがケンタッキーフライドチキンの、はぁ、ケンタッキー渡されて、え、これなんすかこの注文、わからんすよ、え、でもこれしかもらってないよ、これしかもらってないねーとか言って、喋り方え、ほんとにメニューも確認して、これっすよこれっすよ、こうやって指さして This 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 唐揚げ唐揚げって言ったら、向こうの人もクルド人の方もスマホ開いたら、そしたら急に何か来たと思います、上からなんか奥さんっぽい人から電話来て、ハートマークついた名前の奥さんから LINE 電話っぽいの来てて、いきなり LINE 電話出始めるんですよ。あのこいつって、俺は今 Uber の話を知りたよなって言って、 あのって言ったらシーってしてくるの、俺が悪いのか、電話の最中に話しかけるの、それはそうだ、お前が悪い、電話の最中に話しかけるの。雨降ってる中っすよ、もう傘もささず、ちょっとケンタッキー持ちだから。なんかさ、イマジンさんってさ、なんか舐められがちじゃない、なんかいろんなところで、あの話しない、あのタクシーの話、あー思い出した。え、なんか撮影をしてる時にイマジン陰キャ転生デキオコがタクシーに乗ったら、まあ簡単な話だとボラれたんだよね、イマジンさん。そう、なんか舐められてんじゃないの、だ倍ぐらいの料金かけられたでしょ、だって、そう、倍の料金かけられて、しかもポンさんとかくんさんとか別のタクシーで行ってるのに、そう俺らが多分7分ぐらい先に出発したんかな、多分、うん、結構先だったよ、うん、結構先だよね、なんかその後タクシー捕まるの大変だから、でもそんな距離じゃないんだよね、本当にもうイメージ渋谷新宿間みたいなイメージ、そう、うん、それで俺らが先行って陰キャさんとデキさんと俺で、じゃあちょっと現地先着くかみたいな感じで普通にタクシーに乗って後部座席でみんなで喋ってたら、めちゃくちゃ喋ってたよね、そう、東京やっぱええなとか、なんかじゃあなんかそれってちょっと、うわちょっと楽しみだわーって、東京に住んでるのに、まあ、これ言っていいんすかね、あのポップアップ前日のあのタクシーだってなかった、そうだね、それもいいね、それだからちょっとうわちょっと楽しみやなとかでいろいろ話してたら、急にコンさんたちからガチャって言ったら、どこおんのいきなりどこおんのとか言われて、あ、なんのこと、それ向かってるに決まってるやんと思って、向かってるよって言ったら、タクシーのうんちゃんも凍りつく一言、は、遅くない、え、その瞬間俺たちの会話が止まったんだよね、タクシーの中から。なんでだとはならなかった、あの全員一瞬で理解して車内に静寂が訪れた、なんか遅くないっていう一言が本当にトリガーになっちゃったんだよ、そのタクシーの中ピタッて会話が止まって、ここから会話がキャッキャ喉から声出してたのが口の先から、いやもう運転手も分かってた、分かったと思うんだよ、どういうこと、どういうこと、分かりやすぐらい喋ってたのが止まったからさ。渋谷新宿間でだって10分ぐらい先に出発してるわけよ、そう遅いんだよね普通に、で私たちが先に到着して、俺らさ10分以上待ったよね、だしょ、多分待った、超待った、25分ぐらい、25分、22分ぐらいはかかったんじゃないかな、多分こいつらマジで何してんのみたいな、何してんだ、そう俺ら土地がないじゃん、東京の言うてデキさん俺陰キャさんだから、この距離どんぐらい時間かかるっていうのが、俺らコノさんから電話来て遅くないの一言あの放たれるまで、あ、これタクシーのうんちゃんやってるわってことに気づかんかったんだよな、気づかなかったマジで、でちなみに番号はそれは言えます、え、覚えてんの、なんかすげえ気持ち悪い、なんかタクシーのあの前の左前にある、あのあれね、そうそうそう、運転手の番号みたいなね、そう運転手の番号みたいな、それ覚えてんの、それ覚えてんの、それ言われた後俺ひたすらこう見て、陰キャさんと車降りた時にあの番号丸々やったわってひたすら言ってた。でもなんか物腰だけ別にさやってそうな感じじゃないんだ、あ、はい、ご出社ありがとうございます、そうそう、なんかうーんってことなきを得ようと、なんか本当に運転手もそれあれすればいいのに、俺だったらなんかこれ渋谷新宿の料金の正規の方でいいですか、なんか明らかおかしいんでって言うけど、まあでもなんかちょっと待たせてるから、なんかそう、もう俺らも速攻行かねえとって思って、東京遅すぎてあれだよね、なんかトーマスくんがハチ公見たいからって、なんかハチ公、そう、いや今日見学の時間、観光時間ありみたいな、だって倍ぐらいかかってる時間、そんなみたいな、だって渋谷新宿間でかかる料金じゃないの、本当にマジですごい金額かかってたもん、俺ら確か1400円とかで、倍かかってた、確かちょうど倍だった、だからもう折り返し行くぐらいの料金をかけられてた、
確かに考えたらやばいからって往復してるようなもんだもんな。嘘舐められてるな。泣いちゃった。で、なんだっけ、あの時俺なんかコノさんに遅いって言われてから速攻マップ開いて見た記憶あるんだけど、代々木公園を一回りさらに大きくした道のりで回られてたんだよ。しかもだからなんかネット検索してあなんか無言で画面見せて、そうあーってあーってで料金チラって見る最中に前見るじゃないですか、料金表を見てメーター見てあこんなもんかって言って、その後運転手のうんちゃん見てん、こうそしたら運転手のうんちゃんがちょっと斜め左後ろ見てんすよ、目が合うんすよ。そしたらうんちゃんがキュッて右側の窓外見始めるんですよ。急に目合っただけなのにやってるなって、もうその瞬間に確信して、あこのうんちゃんやってる。そんな俺東京住んで長いけど明らかにあこれなんかわざと遠回りしてねみたいな時ってあんまないけど、なんかやっぱ関西弁だからなんかどうせわかんねえだろうと思って舐められたんじゃない多分。多分そうで、しかもリュックサック持ってたんよ陰キャさんと俺とか、でけえリュックサック持って旅行人やと思って、学生っぽかったんだよなと、なんか学生感すごいあったから、まあ、どうせ若いしなんか適当なことして大丈夫だろうみたいな感じでちょっとゆっくり行ったろうって思ったら思いのがゆっくりなりすぎちゃったみたいな、思いのがやりすぎたみたいな。ラジさん覚えてるからクレーム入れればいいじゃん。まあ入れてもいいんだけど、まあここで動画にさせてもらってくるからまあトントンで。確かに動画でね、動画の材料あの番号もピンしませんよと。番号はピンしないとやばい。さすがにそこはピンして。まあひまじいさん急に言ったし、なんかまあね対応できませんでしたって、編集でもどうしていいか分からず。編集のミスってのはいつでも起こるからね。え、アボさん必ず止めてください。ここのところは本当にピン入れさせてくださいね。編集のミスっていうのは起こりうるから、まさか本当のナンバー言ってると思うまいっていうのでミスが起こる。まずい。でも本当に俺信じられなかったんで、もうなんか関東来て舐められるのは2回目だね。タクシーとクルド人でも2回だけど。ね、そう、これからまた舐められる。KFC 来たんでしょ。 KFC 来たんだけど、まあそこに話があって、あ戻った。その人はなんで俺に KFC 渡したかって言ったら、なんかね2件同時にあの配達するやつ Uber でやってたっぽくて、あるね、あるね、経由してみたいな他の。そう、そういう人 KFC のメニューと俺のからよしのやつを持ってたんだよ。あー、まあ、よくあるやつ。だからその人は何も発せずに俺にとりあえず KFC 渡して、これ違うこれ違うねって俺の必死の抵抗で3分間雨の中でちょっと言ったら、あそうだそうだからよしもあったわって言って取り出してきたんが、 Uber のリュックじゃなくて助手席の足元のヒーターあるじゃないですか。あっこで温めたからよしを出してきたんですよ。現代版の豊臣秀吉みたいな懐で温めておきましたのノリで、あのそれは激アツやね、いろんな意味で。そのヒーターで出してきたんですよ、いきなり俺のからよしの。あよかったね、あったかくてよかったね。あったかいよ。でも車の足元のヒーターで温めた弁当、舐められてんすよね、ちょっと。そういうね、ちょっと舐められエピソードでした、僕の。で、どっからどこまで嘘なの？全部本当。え、タクシーそんなのなかったじゃん。タクシーあっただろ。え、タクシーって何の話？暇じゃん。タクシーの話知らないよ。嘘つき。あるだろ。オフ撮影とかポップアップの時とかやってなくない？何それ、何それ、何の話、何のポップアップスターの動画なんだよ、あの動画は。いやいや、でも暇じいさんでもタクシーに行かなくて普通に電車で来たじゃん、あの時。何どういうこと、はしご外すの、えぐ。だって暇じいさんこんなおもろい話あってさ、ウーバーの話題出るまで話さなかったら不自然じゃない？確かに、これ多分あれはクルト人は嘘やね、多分。え、クルト人ガチ陰キャ転生とかさ、今日なんか世界政府でそういう話聞いてないでしょ、だって。あ、俺もうさっき起きた、ごめん。よし、ね、役に立ったね。多分嘘だよね、多分その KFC ゆっくりガチガチだって。そうなんだ、ガチなんだって。それその話彼女さんにした？いや、してない。あーこれ嘘だ、これ。いや、俺なんだよ。あーこれ嘘だ、これは嘘だわ。いや、でも暇じさん彼女と喋んないらしいから。あーそっか、じゃあ本当か。泣いた。俺なんだったら本当になんだよ。こんな面白い話あったのに、なんで彼女この話しないの？なんか一番おもろいじゃん、なんかこの話って。いやいやいや、彼女忙しかったから。え、だっていつの話。いや、なんで、面白い話あったら俺は話さないといけない義務が発生してるわけなの。いや、なんか、え、だってこんなに、ね、これ、え、これは話少ないか、だって。え、てかさ、このからよしってさ、彼女と一緒に頼んだりしてんの？ああ、一緒に頼みました。え、一緒に頼んだのに、一緒に食べてる彼女に対して何も言わずに、何事もなかったかのように普通にからよし食ってたってこと？自分の部屋でなんか唐揚げを持って帰ってきて、もしゃもしゃってこと？え、そんなことある？だから下が俺、上が彼女の。
なんか4月3日2つ頼んでるじゃないですか。え、別々で頼むんだ。え、なんで別々で頼むの。いや、違う、俺がさっき食ってたら彼女が、あ、欲しいって言ったからこの買うから。え、なんで聞かなかったの。だって普通頼むと爆睡してたから。爆睡してたからやって、その時彼女が彼女爆睡してるとこ起こして言わんでしょ。起きろって。起きろ起きろ起きろ、カラヤシいるか、お前が買うてきてやるからよ。え、これ何時の話今日の。このカラヤシの注文が19時で、ケンタッキー届いたのが19時で、この上の注文が21時かな、確か21時とか20時30分とかそこら辺の話やから、ちょっと俺の食うタイミングが違うんすよ。だからこうなってるわけ。じゃあこの話動画になって初めて彼女さん知るんだ。え、なに、そんな話さないと絶対いけない出来事じゃないじゃん別に。ね、面白くないんだってこの話って。だから俺はその話さないといけない義務をもう人生で背負ってるってわけ。いやいや別に彼女さんなんだし。今日の何時ぐらいの話なの、このケンタッキー事件って。ケンタッキーはだから19時半とか。今雨雲レーダー見てるんだけど、お前んちのところ雨雲あるかな、これ。いや、あるある。今俺雨雲レーダー見て、雨って言ってるから、雨って言ったけど、お前んち19時半雨雲ないぞ、そこ。あ、ごめん、18時6分でした。お前んち雨雲ないぞ。18時6分だって。あ、これごめん、これ18時のデータだって、ごめん、俺が出したの。いや、嘘つけ。え、18時に来たの。18時に来た。4月3日の18時。雨雲は、お前んちは、いや、ちょっと怪しくない。いや、かかってるがな。怪しくない。待って。俺過去の天気予報を見るの初めてなんだけど、俺。警察の事務所で見てんの、これ。いや、でも、雨ほぼ降ってないですよね、これ。とはいえ。あ、さっき雨っておっしゃいましたよね。雨は雨雲レーダー、じゃ小雨っていうことは考えないの。これ確かに本当にかかってない。かかってるでしょ。何よこれ。いや、俺 Google マップで照らし合わせてるけど。あ、ちょっと俺照らし合わせるか。お前んち俺も出勤しましょう。テロファイル。俺どこまで証明すればいいんだよ。俺 Uber 受け取る際、もうこれからカメラで周りの天気〇〇時〇〇分周りの天気でございます。で撮って俺は受け取るとこまでしっかりやんねん。いや、まあそうだね。え、雨は嘘だった。で、どっちの中、電話は嘘。あのさ、だって、ひまじんさんさ、この18時の雨雲レーダーなんだけど、この水色の点みたいなところがひまじんさん家だったってこと。偶然ひまじんさん家に雨雲がかかった瞬間。じゃあ土砂降りの基準はありますやん。いやいや、基準はないだろ。この雨雲レーダーと照らし合わせてないだろ。なバケツをひっくり返したような雨じゃないと土砂降りって認識してもらえない、ちゃんと俺ら。いやいやいや、あー、ライブカメラあるからライブカメラの履歴見るわ。ひまじんさん家の一番近いライブカメラの履歴見るわ、俺ちょっと。確かにあるか。ああ、これでひまじんさんの嘘が。でもすごい、警察ってでも有能だな。こういう風にちゃんと一つ一つ事実確認していくんだよな。まあでもね、被疑者がめちゃくちゃ嘘ばっかり言う被疑者だから、俺は確認しないと。前回一般だからな。一般どころじゃないぞ。目が悪いのかこれ。普通に映像見てるよ今俺。降ってないですね。降ってるでしょ。いや普通にカメラ濡れてんじゃん。え、どれ見てる。ちょっと待ってください。これ URL 送ります。これなんでウーバーの注文を受けることを証明するために俺はここまで信用されてない人っているんだ。天気すら嘘じゃないかって。ウーバー頼んだ、調べられて、もう話しただけなのに信用がもうなさすぎて。ほら雨降ってんじゃんこの時。ひまじんさんフォトショー使えるからさ。いやいやいや、こんな一瞬で出してる。え、でもこれ違うくない、うん、いや雨止んでるじゃんね。もうえ、しかもさ、ひまじんさん家からちょっと離れてるよねここ。いや離れてる。え、でもさ、ついにずっと悪くないこれさ。確かにライブカメラずっと。え、なんかさ、動いてないよね。止んでね。え、ってか朝から悪くない。朝から、あ、え、なんか3時ぐらいからもうある、うん、確かに最初の段階からもう、まあ、小雨だったのかもしれないじゃん。あれ、いや、供述どう変わった。あれ、証言変わったくない。だってさ、ひまじいさん、あの、見比べてほしいんだけど、これの15時ぐらいの映像を見ると、雨がポツポツ降ってきて、カメラの水滴の位置が変わってるのよ。水滴の位置変わってないから。小雨だったから、そう。じゃあ、カメラって蓋ついてんじゃん、上に。もう止んでんじゃん。もう止んでるよ。止んでねえって、降ってたから、あの時。小雨だったの。いや、もっと前にするとさ、なんか、分かりやすい雨の聞こえるよ。だって小雨だった。これ見ろよこの時間とか。ほらちゃんと
でけえ水滴ついてんじゃねえかよ。そう、ずっとついてんだって。だからえ、でも、これ重要なのって、飴の量とかじゃなくて、俺は注文取り違えて舐められてたっていうことじゃない。いやいや、違う。ひまじいさん、ひまじいさん、それは履き違えてる、ひまじいさん。違う、だって、話盛るはあるやん、こう、話をさ、ちょっとおもろくするために。ちょっと待ってください。話を盛ったということで、認めたってことでいいですか。土砂降りの中、雨に濡れながら。いや、俺は土砂降りとは言ってないって、あの時。でも実際、雨降ってませんよね、これ。いや、降ってたんだって。降ってるって、これ、小雨が降ってたの。え、でも、多分もう、ほんとちょっと降ってるかぐらいだよね、多分。ちゃんと小雨だった。え、合ってるでしょ。天候のカメラみたいなのあるから、それ見る。雨こだわる。だって俺一つ証言崩れたな。そう完全におかしかった俺、ほんとに。あのワイパー動いてなくない、これ。ワイパー動いてない。どうですかワイパーま。おひまじさんが雨が降っていたと証言するならば、そう、雨のワイパーも動いてるはず。ワッツ、すごいね。ただのエピソードトーク、ここまで雨の確認までする。え、これ降ってないわ、これ。いや、降ってるって。現場にいたんだぞ俺が。いや現場検証してんだって。降ってません。これはませんだな、さすがに。小雨だったから地域によって触るでしょ。これちょっと隣駅じゃん。降ってません。降ってます。ね、これ画像出すのどうするのこれ駅。いや、まあ駅はご想像ください。ご想像ください。絵描いてもらう編集者の方に、こんな感じで濡れてますって。ひまじいさんが絵描いて渡してくれるんだ。うん、過去のデータの降水量見てるけど降ってないよ、これも。ひまじいさん00って書いてますけど。嘘、それは嘘。18時から19時の間だって00だよ、これ。え、それバグってる。それ ここの自治区がポンコツなだけだから。え、じゃあこの自治体のアメダスはバグってるってことで合ってる。じゃあもう、市長は衝撃の事実分かってんね。じゃあこれ見て、これちょっと問い合わせた方がいいんじゃない、気象庁に。これ見て、これ18時でゼロじゃない。いやでも、じゃあ小雨だったから揮発する。揮発、蒸発、蒸発、蒸発する。雨が蒸発する。じゃあ濡れないじゃん、もうほぼ。濡れたよ、雨降ってたし。俺が嘘ついたのは足元のヒーターで温められていたっていうとこだけ。え、待って、もう今足元のヒーターで温めてたのが嘘だったって言った、今。それは今あの急に思いついた嘘だから。は？軽自動車って言ったんだから、足元にヒーターあるわけないじゃん、軽自動車が。は？だよね、思ったわ。足元にヒーターって珍しいよね。もう一個今自供1ってことね。じゃあ嘘って。でも足元にヒーターあったって言った方がおもろいじゃん。これさ、多分クルド人も嘘やで、これ多分。いや、ほんまやて。だってさ、そこそだったらもう全部わからん。もういいよ、なんかこんな面白い話ができるんだったら天才だよな、普通に。俺作家になれるよ、俺そこまで。あ、じゃあこれからじゃあ1日1エピソード作ってくれる。無理がある。だってそれで動画撮れるかも。暇さん最強だよ。そんな面白い嘘つけるのにコラム1ヶ月1日でやれたってマジ。降水量 0.0 から 0.5 は厳密にはポツポツ降る場合があるけど、体感として濡れるようなことはなくって書いてある。ちょっと雨がポツって垂れたみたいな感じのが0から 0.5 の間の話だし、ちなみに 0.5 にすら言ってないから、はい、まあ、ひまじんさんの供述の俺は雨に濡れながら待ってたんだっていうのは嘘ってことは証明されました今。俺水アレルギーだから敏感なの。もう絶対です。水アレルギーだから敏感なの。じゃあもう炭酸水飲むだよ。飲む。口の中は免疫あるから大丈夫。なんかさ、これ怖いのがさ、俺らがこうやってふざけてさ、調査しなかったらさ、ヒーターの話もさ、本当の話としてさ、なんか消化されてったことじゃない。なんか今までも絶対あるだろ、これ系のやつ。話を盛ることはありますよ、こういうストーリーで俺は。え、でも、9割本当、1割を盛るだから、俺の信念、こういう話の時はね。だから、ヒーターと雨は、ちょっと盛った。あ、雨は盛った。あ、ちょっと、雨は盛った。雨は盛ったね。雨をめっちゃ濡れてるみたいな感じで言ったのはちょっと持ったな。でも雨はちゃんと濡れたから。あずだけ持った。持ってない。タクシー代も持った、もしかして。あれも、あれまさか。タクシー代は横に証言がおるだろう。3人、あの、全員、ちゃんとボラれました。ボラれました、俺は3人。悔しいです。悔しいです。多分、電話も嘘かな。電話も多分この感じ嘘だな。だって電話の LINE のさ、なんか何が鳴ってるかとか分かるわけないもん。だってよく。そんな見えないよね、多分。普段まで行けないよな。ひまじいさん。はい。それも持った？いや、おいや、電話ガチ。電話の中身が相手の奥さんからだったっていうのは持った？
あ、それは思った一つずつね、真実と真実じゃない部分を明らかにしていこう。面白い話しようと思ったのに一つ一つ解説されていくのめちゃくちゃなんか漫才師のギャグ、これはこうなってますよみたいな台無し感でかわいそうに見えてきた。いやでもよかったね、これ暇人さんまさかアメダスまで見られてると思わなかったよね。さすがにさすがにこうこんなさエピソードトークでアメダスの降水量まで調べられるとまさかね。しかもウェブカメラで満足しろよ、ちゃんと水滴ついて濡れてんだから雨は降ってることは間違いねえじゃん。まあでもその時間には降ってないですね、まあ、降ってる。いやいやだって雨出してゼロだもん、だって降ってないよそれは。やばすぎこいつら。いや雨出すが、さんが降ってたと主張するのは気象庁に問い合わせなきゃいけない。そうそうそう、気象庁にこれは間違いですよって問い合わせる必要がある。だから暇人 VS 気象庁バトルが始まるよね。暇人が降ってたと主張するから。俺さ動画のためにちょっと話持った気持ちがさ、こんな否定されるか俺ら。いや違う、否定してない、あの真実と真実ではないことをしっかり区別しましょうっていう。もしで、まあ改めてひまじりさん、じゃあ嘘抜きでちょっと今ストーリー話してほしい、ちょっと嘘抜きでもう一回話してもう一回こうリアクション取るの修正してもらって。まあはい、どうしよう。7月3日あったんですよ、ちょっと唐吉ウーバーイーツで頼んだんですよ。はいはいはい、はいはい。でね、アイコン見た時、あれクルド人やったんですよ。なんでクルド人って気づいたの？顔がクルド人。別に別に、でもそれはじゃあクルド人かどうかの確証はつかないよね、別に。わかんないよね、別に。名前ちゃんと英語やった。あ、じゃあ英語の名前の何人かわからない人がいたっていうことであってる。もう一回やり直してもらっていい？英語の名前の人がだったっていう風にやり直してもらっていい？クルド人ってだってひめさんと主観の話。そう、別にね、そのじゃあクルド人の見分けつくかっていうとわからないよね、別に。4月3日、ウーバーイーツでちょっとお弁当頼んだんですよね。ああ、はい。の配達員の人がなんかちょっと英語の名前で顔の濃い方だったんですよ。ああ。まあじゃあ日本人かもしれない。まあちょっと、まあ顔の濃い英語の名前の設定した配達員やったんですよ。まあちょっと心配やなって、やっぱそういうのちょっとやっぱおるから丁寧に配達してもらいたいじゃないですか、やっぱ Uber って食べるもんやし、うん、まあそこでちょっと心配やな思ってたんですけど、嫌な予感が案の定当たって、届いた時いきなりその外国人の方が英語で、あなたのアドレスはどこですか、住所はどこですか、来た。え、それ なんて来たの具体的に。英語で、ちょっと細かい英語。ちょっと細かいの覚えてない、本当に細かいの覚えてない。いやいや、見て。え、じゃあ見え、ステージ歴見れないんだよ、ウーバーって。あ、そうだ。これ俺悪くないよね。で、まあ来たわけなんですよ。で、しゃあないなって言って、ちょっと小雨の中、靴下の履いてない素足の靴で。ストップ、はい、小雨じゃないです。アメダスでゼロなんで降雨量なしです。あの小雨っていう部分は訂正してください。あの小雨じゃないですよ。雨のような雨雲がかかったけど、ちなみに、小雨は12時以上、20時以上の雨なんで、マイナスイオンが漂ってる感じの、あのな、滝の周辺のあの湿度の高さのちょっとジメジメしたところの中をちょっと靴履いてちょっと外行ったわけなんですよ。そしたらいきなりそこでいたんが、やっぱり案の定顔の濃い、やっぱクルド人っぽい人、違う英語の名前の人をやってて、いきなり渡された商品が唐揚げやのにケンタッキーフライドチキン渡されたい。俺ちょっとはっなって、ノン、スマホの意味されちゃうから、からよし、からよしって言って説明したら、いきなり、ちょっとジメジメした中やのに、向こうの配達員の人が反論してきて、これしかないよって反論してきて、なんで、いや、ちゃう、からよしよって言ったら、そしたら、向こうの人もスマホ取り出して、いや、これしかもらってないよって多分証明したかったんやろね。KFC しかもらってないよって証明しようと思ったんやからもしれんけど、急に名前に英語の名前書いた LINE 電話がな、かかってきて、それで急に俺の目の前で1分間ぐらい、まだね、そこちょっとあの議論の余地ありだね。いや、ないもうない、もうこれが真実です。いきなり目の前で電話し始めたと、俺と議論してるのに。いきなりそれやってきて、うん、ありがとうね、バイバイって笑顔でやった後、また、うん、これ KFC しかもらってないよって言ったけど、いや、ちょっと絶対あるはずですって言って。いや、ちょっと待って、英語の名前なのに、日本で喋ってたの？いや、これしかないよしか言ってなかった。これしかないよ。電話の人と日本語で喋ってたの？いや、ごめん、ありがとう、ごめん、すいません、僕が勝手に言いつけた。あれ、ひまじいさん、ちゃんとファクトチェックが必要。
要だからこうなると島地さんもう一度ちょっとあのやり取りについて お電話なさっててました。はい、お電話なさっててなんか変な言葉を喋ってて変な言葉すいません何もが分からなかったです。なんか言語何が何らかしらの言語を喋っておられました。海外の方は海外じゃ英語の名前の配達員の方は、はいはいはい、別に日本人かもしれないね。それは別にだってそうですね、顔あのハーフの方かもしれませんね。はいはい、はい、その方が、まあ、電話、終わって、でそしたらまだ KFC しかないよ、これしかないよ、他もらってないよって言って、いやそんなことはない、絶対あるはずです、ディスディスディスって指差しながら、そしたら急に軽自動車の助手席の足元に唐吉が袋のままポツンって置かれてて、なんか本当にゴミも混ざったちょっと助手席のね場所ね、ゴミは混ざってなかったかな、でもなんかビニール袋がちょっと散らかってた、ビニール袋が新鮮なビニール袋が散らかってる場所、新鮮なビニール袋正確にお願いします。そこから唐吉を取り出していただいて、うん、オッケー、笑顔でそこでお別れしましたよっていう話です。まあ、じゃあ別になんか雨の中待ってたわけでもなければ、はい、相手がクルド人だったわけでもないし、はいって感じなんだ。はい、でケンタッキーも嘘だしいやケンタッキーは本当です、ケンタッキーも渡されました。ちなみにだけどそれね、ケンタッキー受け取ってその後普通にケンタッキー食ったら唐吉また届くよ、そのシステム。え、なんか俺間違って受け取ったことあって、なんかラーメンかなんか、うん、で俺気づかなくて置き配だから、うん、でそのまま開けたら、あれなんかこれ同じ店の商品だけどこれ頼んでないぞと思って、だけどまあ間違えたのかなと思って食ったのよ、まあ、別にいいやと思って食って、まあ、でも一応 Uber に行っとくかと思って Uber に行ったらもう一回届けてくれって2つ食うことになっちゃったことがある。食べちゃったんですけどみたいなの書いたら、まあ別にそれ返さなくていいみたいな。え、やればよかった、それ横領だよ、それわざとやったら。あ、そっか、気づかなかったって言って。あ、そっか、いや、KFC だっけなと思ってむしゃむしゃ食べて。え、でも一回受け取っちゃったら返せないよ、多分それ。だってあ、そうなの、だって1回、まあ、多分衛生面の問題が出てくるし、だって1回家に入れてなんか何したか分かんないやつまた返せないと思うよ。普通に雨ざらしで受け取って雨に濡れてんだけど大丈夫なのかな。また雨降ってることにしてる。え、でも雨は降ってない、ね、雨は降ってなかった、湿気まみれ。何今のナチュラルゲストついたじゃん。俺の認識だと小雨降ってたんだから。いや違います、あの小雨っていうのは10ミリから20ミリ未満の雨のことを指すので小雨ではありません。定義上0ミリなので雨は降っておりません。スーパー超小雨だったじゃん。いや、スーパー超小雨は 0.1 ミリから 0.5 ミリ未満の弱い雨がパラつくっていう風な部分なので、あなたの00は何も降ってません。そしてこの会話本当にちゃんとね、気象庁の天気でちゃんと見てるから間違いないです。俺らの意味わかんない、そんな雨程度の嘘つき始めて。あー、でもなんか3ミリから 10ミリが普通の雨、0ミリから3ミリが、弱い雨、0ミリから1ミリがパラつく、ポツポツ降る。ほら、え、でも小雨とは数時間続いても雨量が1ミリメートルに達しないぐらいの雨を指すって書いてある。あの0ミリなんで 0.5 ミリですよ。ナイス、今実際認めましょう、降ってなかったという事実。いや、じゃあ 0.5 ミリじゃなくても 0.2 ミリかもしんないじゃん。これは 0.5 ミリしか計算できないサイトだから。じゃあ分かった、じゃあそう、有効数字の取り方がこれ悪い。気象庁に問い合わせてみるし、この日のここ の正確な情報を書くべきだっていうふうに気象庁に問い合わせてみるか。有効数字の取り方が悪い、これはだからダメ。え、多分警察とかだったらちゃんと出してくれるんじゃない。でも警察だったらひまじさん、でもこれもう俺は国に対して異議申し立てを行うと、今から開示請求っていうのが開示請求しないと、気象庁に開示請求しないと。これ雨についてひまじさん一回勉強した方がいい、これ多分ひまじさんが反論するのに足りないのは知識知識と権威をまずつけてこいと俺に。そうだね、それに資格まで、じゃあ、うん、気象予報士の資格まで取っていただかないと反論は難しいです。俺気象予報士の免許取ってニートもやんの。はい、第2のウェザーニュース目指す。ウェザーニュースコラボできちゃうかもしれない。ひまじさん出して。ウェザーニュースコラボ。ひまじさんがウェザーニュースに出てくるみたいな。嘘つかれんのやだな。でも天気で。今日はお洗濯日和なので、かっこ普通に雨降ります。の間違いでした。Uber の文句は取り下げます。了解です。事務的。ファクトチェックの結果、まあさっきの話の通りだったと。雨は降っておらず、ヒーターもなく。通話相手も奥さんでもないです。クルド人でもなく。はい、そうですね、クロージングもなく。ちなみにもう一個言うと、多分 LINE アプリじゃなくてね、 WhatsApp です、そういう人が使ってるの。あの LINE アプリだと思う。ああ確かに。正確な情報お願いします。正確な情報。あ、通話アプリを用いて目の前で電話をなんか警察の調書取ってるみたいだな、なんかまさか Uber の話しようと思ったらこんな詰められると思ってなかったな。確かにびっくりしただろうな。
だろうなじゃなくて実際びっくりしたよ。びっくりしただろうな。終わるこれ。え、まだなんかあんの？もうないもうないもうない。じゃあ先生気になったところある？なんか。いやもう全然。じゃあこれ最後の挨拶しますか。あ、どうぞ。今まで動画のご視聴皆さんどうもありがとうございました。なるべく持ってくれた皆さんもありがとうございました。はい、ウーバーイーツの、クルド人の方。いや正確な情報です。クルド人で確定はしてない。クルド人みたいな人と見てました。みたいない。と奥様が混じりすぎやろ。あとカレヨシ。カレヨシもスポンサードバイカレヨシで。お、どうもありがとうございます。美味しい唐揚げありがとうございます。10分タイマーすいませんでした。すいませんでした。10分待たせすいませんでした。店の前、家の前で。はい。最悪だよね。暇人さんの家の前で10分待機させられるってすごいね。しかも小雨の中で。栄養入りしてて10分待たせちゃってすいませんでした。小雨の中で。いや、小雨の中じゃないから、その栄養入りで待たせて。確認する？うん、確認せんでいい。はい、以上です。ギジー。逃げ切ったな、暇人。終わったね。いや、逃げ切ったのに言い方もある。ヒーターの下りもすごかったな。ヒーターはいい嘘か。どういうこといい嘘って。あんなペラペラとなんか豊臣秀吉のわらじみたいな。確かに、なんかそんなよく一気に嘘出たね、これ。じゃあ一個出たら芋づる式に嘘は 出ますよ。ああ、雨とかね。うんうん、雨のガチ。マジさん面白いね。